サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。さてやっていきましょう。マップはグリーンコーストで、お相手はオレンジベジータですね。行きましょう。こちらトランクスだ。聞こえるか。スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して、まあ A の方行ってくれるんだったらいいか。スーパータイムマシンを起動するんだ。上か。ここはどこだ。ここややこしいわ。音聞いた時にさ、高さの概念が分かんないからよく分かんないんだよな、これどこにいるのか。あんたも気をつけてな。開かない、開かないぞ。この箱開きません。なんか封がされてる。起動キーが見つかったな。敵に向かってくれ。民間にいるけど、スニーブル低いんでこれ一回離れます。また起動キーが見つかった。敵に向かうんだ。もう箱だけなんで開かなかったんだろうな。これ進化するな多分。エリア破壊使った。 C か。 C 壊して D 待ちってことかな。キー早く見つけたいけど。よし、新しい起動機が見つかったぞ。ドラゴンボール。これ逃げられないな。誰かやられた。やっぱり。救助に行けないか。ボール奪われたって言ってるか。なんか銃が今出ないぞ。なんかおかしいな、この試合。なんか、撃ってるのに銃が出ないとか、箱を開けてるはずなのに箱が開かないとか、なんか若干挙動がおかしい。まさかコントローラーが壊れた最近買ったばっかりのこのコントローラー、もしかして壊れた。あの救助うまくいくかな。何これ、キー2つあるぞここに。やばいよ。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。この下にキーがあるね。フィールド。あの人はもうダメですね。まあちょっとあれは位置が悪すぎた。信長は位置が悪かったね。離れよう。ボールのレーダー持ってんのか。なるほど。それで位置を追尾してくるな。なるほどね。レア箱のこの中にキーあるぞ。開けてほしいね。仲間が助けを必要としてるぞ。こっから先はボール持ってる人が次々死んでいくな。
一応バイクに乗ってるうちだったらなんとか逃げ切れる可能性高いんで、降りないようにしようか。ボール持ったまま。俺のシグナルは伝わってないな、どうも。じゃああえて一番端っこの方に置いとくか、ボール。ここだったらプレイヤー側がこっちに来ない限りは基本的にはボールの位置は分かんないでしょ。よし、新しい起動機が見つかったぞ。よし、誰かがあのボールを普通に取って、しかもその後レーダーに追われれば意味ないけど。はあ、逃げ切れるかな。しかも D の設置ポイントあれか、グリーンコースで一番最低の起動機の設置ポイントだね。とりあえずもこれ俺ボールを置いたんで、おそらく俺の位置をレーダーで探知するっていうのは、おそらくというかもう無理だよな。目視と音で確認してくるはず。撃ってきてるな。でも目視と音で確認してきたわ、結局のところ。果たして D が刺せるかな。じゃ E、D か、うん、D が刺せるかな。困ったね。ボール、あ、さっきあの人持ってたボール、ボールも箱から出したのかな、奪い取ったのかな。あれか、やっぱは。なんかなぜか D から E の方に向かっていってるなぁ。なんでだろう。撃ってきたなぁ。遠くの方から狙ってくるね。こっちはスイッチの描画限界でそっちが見えないっていうのに。なんとかボール奪ってからにするか。あれを刺すのは難しいよな。水中に隠れてる感じか、あれ。あー、でもバレたな。ボールレーダーないからラッパーがボール持ってることか分かんないけど。ドラゴンチェンジ解除。よし。中央エリアで起動システムにアクセスするんだ。だけども。中身やられた？やられた。じゃあベジータになっちゃうな。ドラゴンボールが7つ。最短で線路を呼び出すんだ。先頭使いに行けるか。じゃあ進化。これはどうなるかな。エリア破壊が間に合っちゃうか。エリア破壊しないか、そもそも。仲間は救助されたが、さて、変身できる人はまだ少ないんだよな。少しは楽しませてくれそうだ。これでレーダーはもう無意味ですね。
ドラゴンボールはもうないんで。当たってるね、必殺技が。あれは多分ベジータのあれだね、ビッグバンアタックかな。キー怖っ。倒しに行くってことか。だってああやって引き打ちされるとなかなか討伐が難しいんだよな。あー当たってないか。チェンジパワーはない。結局レベル上がんなかったな。あれレベルはもう死んでる。やられちゃってたか。止められるか。本気で来るんだな。連続エネルギーだ。どこ行った。ああいなかったか。ああ残念。先頭はあるんで一旦これ食えるが、タイミングを見て使わないかな。倒れているぞ。救助できないか。ロケットランチャーはここにはない。で当たってないな。エネルギーフィールドが一応あるけど、エネルギーフィールドだけでは足りないなこれ。なんもないか。行くしかないね。じゃあヤジロフィの刀だ。味方が倒れているぞ。救助できないか。行こう。ナイス。やれ。ナッパ。任せろ。誰かやられた。救助に行けないか。よし。起動成功。あぶねー。あれ俺以外全員死んでないこれ。はあ。さて、ウォーターフロント変化カモフラージュレース出走順に名前をご紹介させていただきましょう。左から順にビーチチェア12さん、木の椅子みのりさん、オフィスチェア渋さん、ポスト一流さん、看板 TR さん、ベンチナクさん、ゴミ箱ゆうきさんでお送りいたします。皆さん見ていただいている方はどのオブジェクトが勝つのか予想して見ていただければと思います。ウォーターフロント変化カモフラージュレース1についてよーいドーン。
さて、変形オブジェクト一斉にスタートしました。1位は、おっと、横幅の大きいベンチが1位か。インをついていく。1位がベンチ、2位がビーチチェアか。その後は団子状態になっています。そしてここからはウォーターフロント、天下一武道会のエリアへと攻めていきます。そして武舞台の周りをぐるっと時計回りに一周する。サイバーマンが飛んでいくが当たらない。おっと、これは初めて天下一武道会で誰もやられないという展開になりました。そして1位は椅子が攻めているが、ビーチチェアとベンチが1位2位の熾烈な争いを繰り広げています。そしてここから先栽培マンがまだまだ埋まっているが、これ避けられるか。当たらない。そしてもう一箇所水の中に埋まっているぞ。これは危ない。おっと、ギリギリ避けていく。うますぎる。ということは今のところ初めてですかね、ウォーターフロント杯誰も脱落していません。そして栽培マンを避けていく。そしてもう一箇所ここには埋まっているが、これはあーっと当たる。看板がこれで脱落ですね。1位はベンチ、2位がビーチチェアか。そして3位がオフィスチェア、4位が木の椅子。もう木ば椅子ばっかりですね。そして後続にゴミ箱とポストが続いていく。1位は独走状態に入れるか、ベンチ。おっと、ギリギリをついていくのがうまい。おっと、ここで残念。2位のオフィスチェアが多分あれですね、スティックを押し込んだ時に変形が解けてしまったようです。これは残念。変形が解けてしまうとどういう理由があろうと負けになります。そして木の左側を通り、栽培マンを見つけたか。当たらない。避けていく。うますぎる。1位のベンチ選手、これは圧巻ですね。そして2位は、あーっと、ここでベンチがやられた。あーっと、前から後ろから一気にここで2人の選手が脱落です。これは1位だと思われていたベンチ選手、悔しいですね。そしてここで1位は踊り出たのはポストですね。おっと、そして妖怪撃が、あーっと、ビーチチェアに命中。これは先ほどまで多く生き残っていたサバイバーが一気に数が削られていきます。そして上にいるプレイヤーの方を狙ってきましたね。これは予想外。そして1位のポストと2位の木の椅子、どちらが1位になるのか、これはまだ分かりません。この先にある木のオブジェクトで順位が入れ替わりますので、果たしてここで1位がどちらになるのか、誰が出てきて誰が着地をするのか見ていきましょう。着地したのが早いのはポスト、2位が木の椅子ということで、1位の選手はポストです。優勝おめでとうございます。